はい、背番号18番、菊次第です。ポジションはアラートと希望やってます。エミーです。冬季クッションに。前からどんどんプレッシャー加えてから結構できてて、はそれで、マイプレイヤー1のボールを使って点数を取ることが、何回もできてたのが良かったです。プレス回避の練習でパラとかやって、それでパラから点が取れたのが、決めれました。どうなんですか、その辺は。多分。多分高い。昨日の相手はすごい速くて、結構裏とかにボール出されて、それで追いつけなかったりして、こうスピードの速さを感じました。何かな。グエル公園ってとこに行あって、ガウディさんのいろいろ、見て、すごい景色が綺麗でした。結構自分は状況判断があんまできてなくて、パスミスとかも多かったし、なので、それをこれからスタートを私が練習して、試合で状況判断をしっかりしていきたいと思います。これからプレーオフが大きくなってくるので、それに向けてまた頑張っていって応援します。